島根の情報をギュギュッとお届け。島根っ子の宅配便。島根っ子の宅配便、デリバリースタッフの原田です。今回お届けする情報は、伝統に革新を、進化する石州瓦。一面の美しい赤い瓦、石見地方特産石州瓦の町並みです。そんな伝統の石州瓦に新たな魅力が加わっています。日本三大瓦の一つで400年の歴史を持つ石州瓦。この地域で瓦を作る企業は合わせて6社。全国第2位の生産量を誇ります。こちらは今まさに石州瓦を焼いているところです。窯の中の温度は1200度以上、高温で焼き上げることで瓦の強度が増すそうです。一方で近年では瓦以外にも住宅などで多くの種類の屋根材が使用されており、瓦の需要は減少傾向にあります。石州瓦工業組合では石州瓦の特徴やメリットなどを PR しています。石州瓦は非常に高温で焼いてますので、固く焼き締めることによって、強度と耐久性が、かなり上がっております。なおかつ長い間、家を守り続けますので、他の屋根材と比べましてもメンテナンスの面でこう含めてもコストパフォーマンスのいい建材になっております。こちらの器、実は石州瓦と同じ原料、そして同じ工法で作られているんです。今や石州瓦の技術は瓦にとどまりません。食器やタイルなど、その活用の幅は広がっており、顧客のニーズにも細かく応えます。器やタイルなどの商品を作ろうと思われたきっかけを教えてください。器っていうのは普段使うこともできますし、どれだけこう硬い、焼き締めてるのかっていうのも、実際に手に触れることによってより一般の人に伝わりやすいかなという思いもあって、食器の開発ともしました。その高級感や風合いから、タイルは高級ホテルに、食器は高級料理店にも採用されています。街を彩る石州瓦とともに、新しい商品が日常を彩っているのです。芸術とかではなく、工業製品として器を作るようにしてます。その中でニーズに合わせたデザインですとかサイズっていうものを意識しながら、より期待に応えれるようなものを作るように心がけてます。島根っ子のメールリン。島根県では住宅を新築リフォームする際、石州瓦を使うことで住宅ローンの金利を優遇する制度を設けています。詳しくは石州瓦工業組合のホームページをご確認ください。次回は、知ってる？公務員獣医師の仕事です。またの利用をお待ちしています。